韓国が領有権を主張している竹島なんだけど、2012年平成24年8月10日は当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して物議を醸し出したこともあったよね。東日本大震災の翌年で、日本国内がまだまだ不安な状況下での火事場泥棒じみた行動に批判も吹き出した記憶があるな。支援を行ってくれたのも事実だが、こんなことをされたら台無しだな。さて、そんな竹島に急展開が起きたみたいで、当事国以外のイギリスとオーストラリアが竹島を日本領土だと認識しているんだって。今回は竹島の領有権関連について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、日本の領土問題として多くの人が認識しているのは、北方領土ロシア、竹島韓国名独と、尖閣諸島中国台湾の主に3つだよね。特に北方領土については、日本地図にも載っているから、日本人としては学生時代に教え込まれるものだよ。北方領土に関しては、政府もなかなか強気に出られず膠着したままだぜ。まあ、わざと交渉のテーブルから外した安倍元総理みたいな政治家もいたけどな。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいから、いやでも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっていて、毎日のように中国海警局艦船と小競り合いが続いており、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられるよ。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではなく、台湾も自国領と主張し始めているんだけど、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国ってわけ。中国は台湾統一を果たすために尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば、有利になるから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきたよ。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではあるんだけど、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは事実上困難だと思うな。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されており、ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することはできないだろうな。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なんだが、非常に残念なことに日本の政治家にそういう高スペックを持っている人物はいないようだぜ。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという虫の政治家は皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ないよね。中国がその気になれば尖閣諸島を実効支配することは至って簡単と見られるんだけど、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による物理的な防衛を強化していく方法しかないと思われ、また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしているけど、アメリカ国内メディアからはまずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているみたい。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということだろうね。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論がアメリカ中には一定数存在しているということで、そしてこれは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは覚えておくべきことだと思うよ。こんな状況下、竹島の領有権問題について前述の通り、急展開が起こっていて、日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたんだって。場所は東京都千代田区霞が関にある領土試験展示館で、2021年9月28日から領土試験展示館では太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されたんだ。歴史を振り返ると、1945年昭和20年8月、敗戦国になった日本はアメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥などの統治下に置かれ、7年間1952年昭和27年4月までその状態が続き、
マッカーサー元帥は1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で日本漁船の操業を認めたんだけど、韓国名で独島と呼ばれる竹島が日本側の枠外になっていたことは事実ってわけ。ただし、あくまでも GHQ サイドの便宜的なもので1951年昭和26年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域はチェジュ島巨群島ウルルン島を含む朝鮮と書かれていたのも紛れもない事実なんだ。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は上記地域に独島を追記してほしいと要請したそうだけど、翌月にアメリカ側は独島は日本の竹島と認めて韓国の要請を拒否しているよ。当時、初代韓国大統領であったイ・スンバンは不服として、1952年1月いわゆるイ・スンバンラインと呼ばれる境界線を勝手に引いていて、マッカーサーラインの真似をした形で、独島を含めて引いたことにより、強引に韓国領土に取り込んだわけなんだ。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いているイ・スンバンラインの宣言に、翌2月日本もアメリカもこのラインを認めることはできないと抗議したんだけど、韓国は聞き入れずそれから70年以上経った今も独島の実効支配を続けているってわけ。竹島の帰属についてこれまで韓国側はアメリカ一国だけが日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきたよ。しかし今回、領土主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことがはっきりと記載されているんだ。また同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた同国外交官に送った電報も展示していたが、その文書には従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうだぜ。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、チェジュ島巨群島ウルルン島に独島を加えるように要請したものだったらしく、その破棄対象に独島を加えることを了承させるため、韓国側は地理上の位置を偽って要請しているから、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていたな。この領土主権展示館で掲示された日本の主張を強化する新しいイギリスや、オーストラリアの公文書に対して韓国側はどう出るか見物だけど、多分今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することだろうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示などによって韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもないよ。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年平成19年に就役させた強襲揚陸艦に独島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けているみたい。それ以降も日本への対地攻撃を意識した潜水艦と三安ちゃんを配備し、この艦の最終型であるバッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始しているから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなるよね。日本は自国領土でも一度実効支配されてしまえば北方領土のように手も足も出なくなってしまうから、こうした前例を無駄にすることなく尖閣諸島が同じ状況に陥らないように政治的行動を期待したいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。